星野雅美は、埼玉県埼玉市出身の元プロ野球選手、トレーナー。左投げ左だ。埼玉県埼玉市出身。桑田雅美のファンであった父親によって、雅美と名付けられる。埼玉栄高等学校では3年間ベンチ入りすることが、できなかった。愛知工業大学に進学し、愛知大学リーグでの通算成績は26試合に。 当板し4勝5敗、防御率2.26。卒業後は、バイタルネットに入社し、同社の公式野球部に入部。2008年には、同僚の谷本圭介と共に、ドラフト候補に上がるも、北新越大会決勝の当日に帰郷を発症。痛みをこらえて当板したが、ベンチ裏で起用しないチームも敗退。同年のドラフトで指名から漏れた。 NPB 入りの機会を求めて、翌2009年は、BC リーグのシナのグランセローズでプレーエースとして活躍し、2009年度、新人選手選択会議で読売ジャイアンツから、育成ドラフト一位指名を受けて入団。背番号は、100。12球団合同トライアウトを受けるもオファーがなく、引退を決め、結婚式後にフィットネスクラブのゴールドジムへの就職が、 決定した。2015年から同社が所有する社会人野球クラブチームのシンクフィットネスゴールド S ジムベースボールクラブで兼任コーチとしてプレーしている。後述の退社後もクラブチームには引き続き在籍していたようで2019年3月頃まで選手としてプレーしている様子が確認できる。2017年2月末にゴールドジムを退社し以降は フリーのトレーナーとして活動。2019年からシンクフィットネスのトレーナーでもあるボディビルダーの鈴木忠だらと共に雑誌ベースボールクリニックにて連載を持ち翌年7月には書籍化された。2020年には AJEC スポーツマネージメントに入社し動画作成に携わっている。同年9月8日には AJEC 関連の球団である。 栃木ゴールデンブレーブスの試合のラジオ放送の野球解説を務めた。2021年4月からは AJEC が開校する NPB 養成専門アカデミーの座学指導の講師を務める。左のスリークォーターから最速1 5 0キロメートルの速球とツーシームに加え、カーブ、スライダー、カットボール、チェンジワップと多彩なボールを投げる。 2012年より、請求力を上げるために腕を若干下げたサイドスローにフォームに変え、スライダーが生きるようになり、プロ晩年はさらに腕を下げて投げていた。ありがとうございます。